ロールス・ロイス・モーターカーズは9月1日にグローバルで発表した新型ゴーストとそのロングホイールベースのゴーストエクステンデッドを日本で公開した。価格はそれぞれ3590万円からと4200万円から。納車は2021年1月開始予定。先代ゴーストはロールス・ロイスの116年の歴史上最も成功した革新的な車と紹介するのはロールス・ロイス・モーターカーズアジア太平洋北部地区広報マネージャーのローズマリー・ミッチェル氏だ。そして新型ゴーストの生産開始に合わせグッドウッドの工場では新型コロナによる生産体制縮小からフル稼働に移行したとコメントした。ゴーストはフラッグシップのファントムに続いて2つ目のロールス・ロイスのセダンだが、ファントムとは全く違うモデルだとローズマリー氏。控えめでミニマルなスタイルのロールス・ロイスを求めていた。主に事業家や起業家で構成されるお客様の間で人気を集めたと分析。そして今回発表する新型ゴーストはそのコンセプトをさらに凝縮させたものと述べた。新型ゴーストの開発コンセプトはポストオピュレンス、つまり脱贅沢だとローズマリー氏。これはすでにファッションや建築などのデザイン分野で確立されており、純粋さとミニマリズムによって定義される。これ見よがしな表現ではなく、素材の本質的な価値を求めるムーブメントだと説明。この考えは職人技とシンプルさを旨とする日本の文化にも深く関連していると日本との親和性を強調。そのデザインはパッと見てゴーストであることがわかるだろう。しかし初代ゴーストから受け継いだコンポーネントはスピリットオブエクスタシーとドアに入っている傘だけとのこと。デザインは全てにおいてミニマリズムを追求。ボディはシャットラインに邪魔されることなく骨のような滑らかなフォルムを描いているとその特徴を説明する。そのために4人の職人が同時に手作業でボディを溶接。その結果継ぎ目のない滑らかなボディが完成したのだ。ゴーストはフラッグシップのファントム、SUV のカリナンに続き、ロールス・ロイス専用のアルミ製スペースフレームプラットフォームを手に入れた。開発の自由度が高く、ロールス・ロイスならではのデザインと性能を実現するために必須という考えのもとに採用。これにより強い存在感を与えながら、すっきりとしたデザインが実現したという。またスピリットオブエクスタシーは今回初めて周りのシャットラインがなくなり、ボンネットの湖の上で佇んでいる。さらにパンテオングリルはグリル上部に配された20個の LED によって存在感をスタイリッシュに演出しているとフロント周りの特徴を説明。またヘッドライトは照射距離600メートル以上を誇るレーザーライトが採用された。サイドウィンドウは前後で同じプロポーションのウィンドウグラフィックを採用することでゴーストがドライバー志向とショーファードリブンの両方のキャラクターを両立させていることを示していると述べた。ロールス・ロイスは室内のボタンによりドアを自動で閉めることが可能だ。新型ゴーストでは初めてリアの高知ドアを自動で開けることも可能になったことも特徴として挙げられた。リアビューは躍動感を表すように絞り込まれ、優美なテールランプは現行ロールス・ロイスの特徴の一つ。その周囲にシャットラインがないためボディ表面に浮かぶ島のような存在だとその特徴を語る。インテリアについてローズマリー氏は不要なものをそぎ落とし飾りに頼らず、あくまでも素材の技術と本質的な魅力を追求。そのためには上質なレザー、ウッド、メタルが必須だったと述べた。
搭載されるエンジンは 6.75 リットルの V 型12気筒ツインターボエンジンで571馬力 850Nm のトルクを発揮。そのトルクは低い回転域から発生し、このパワーとトルクによってどんなシーンでも余裕があり、しかも無音に近いエンジンに仕上がっているという。今回ゴーストのシャシーには前述のロールスロイス専用スペースフレームとともに新たに開発されたプラナーサスペンションシステムを搭載。サスペンションアッセンブリーの上部に世界初のアッパーウィッシュボーンダンパーを採用し、細かい振動を吸収。さらに四輪駆動システム、四輪操舵システム、50対50の前後の重量配分によって大きさを感じないダイナミックな走りと、ロールスロイスの有名な魔法の絨毯のような乗り心地をさらに進化させているという。スペースフレームはもともとバルクヘッドとフロアが二重構造になっており、静粛性が高いとその素地を説明。そこに加え、100キログラム以上の防音材を使い、とても静かな環境になっているという。しかし、防音エンジニアがそのインテリアを試した結果、かえって落ち着かないことが分かった。そこでわずかに音として感じられるささやきを作り出したとのことだ。エクステンデッドはゴーストよりも 170mm 長い 5715mm だ。その長さはリアシートエリアに反映されている。今回展示されたエクステンデッドは4人乗りのインディビジュアルシートが採用され、シャンパンクーラーが標準装備だ。これは温度設定が2種類選べ、エンジニアがソムリエにヒアリングした結果、ノンヴィンテージのシャンパンは6度に、ヴィンテージのシャンパンは11度に設定するのが適切だということから、2つの設定が採用されたとこだわりを語る。新型ゴーストおよびゴーストエクステンデッドの正式な受注は10月5日からではあるが、日本での反響はとても良く、9月1日のオンライン発表後、すぐに注文が入っている。今回日本では初めて実車を見てもらうが、イギリス本国では先にお客様へのプレビューが始まっており、想像通りの仕上がりにお客様は満足しているようだと完成度の高さをアピールした。